皆さんこんばんは、シーナピーチャンネルです。本日はこちらボラギャル動画の作り方をご紹介したいと思います。この動画を見れば誰でも簡単にボラギャル動画が作れると思いますので、ぜひ参考にしてみてください。それではチュートリアルスタート。ではまず最初に完成形をご覧いただきましょう。夏川のキャラを立たせよう。はぁ、夏川、俺を見てみろよ。最高にキュートなフォルムに絶妙な渋さのサングラス。シンプルなのにインパクトは最大級。一度見たら忘れられねえ罪作りなプロデューサーった。俺のことよ。確かにシーナピーって一度見たら夢に出てきそうですもんね。悪い意味で。あ、なんか言ったか。ああ、いやいや。とにかくどことなく地味な夏川にも俺みたいな揺るがぬアイデンティティみたいなもんを持ってほしいわけよ。ってなわけでいろいろ考えてきたから見てくれよ。まずはこれ。ちょ、いきなりなんですか。ってよ、何これ、ちょっとかわいい。某顔面大工事大工事撮りアプリのフィルターからパクったアイディアだ。かわいいだろ。正々堂々パクったって言ったよこの人。まあかわいいですけど、さすがにちょっとあざとくないですか。そう言うと思ったからよ。そのあざとさを消すためにいいもん持ってきたぞ。お、何ですか。うわ、何これ。かわいいだろ。確かにちょっと可愛いけど、ちょ、これ事務所的にまずいんじゃ。あ、確かに。やべやべ、ミューレ画質発動だ。待って、余計やばい。これならどうだ。増やしてどうする。間違えた。これはもうダメだ。大惨事。いかがでしたか。ちょっと難しく思えるかもしれませんが、安心してください。この動画の通りにやれば誰でも簡単に作ることができます。まずは台本を用意しておきます。ここ今これ並んでいるのはですね、先ほど見ていただいた、動画を作る時に、使った、台本の、参考資料たちになりますね。そうですね、やっぱ大体1本の動画を撮るのにこのぐらいの、リサーチっていうのは必要になってきまして、結構本棚もたくさんこういう参考資料たちでいっぱいになっちゃうくらいなんですけども、大体、台本を1本作るのに、構想からまあ短くても1年半ぐらい、長いと、5年ぐらいかかったりもします。ちなみに先ほど見ていただいた動画は構想から約3年で、作りました。結構大変な作業なんですけども、台本が一番大事になってくるので、この作業っていうのは短くはできないなというふうに思います。台本が準備できたら次は声の収録に移ります。普段はですね、都内のレコーディングスタジオとかで声を収録しているんですけども、たまに海外に行って、海外のレコーディングスタジオで声を収録することもあります。やっぱり海外の、レコーディングスタジオだとですね、やっぱ日本とは音質が違いますね。なんて言うんですかね、湿度とか気温とかそういうことの違いだと思うんですけど、本当に些細な違いなんですけど、まあ、お金もかかるし、いろいろ大変なんですけど、時間もかかるんですけど、でもやっぱり海外の、レコーディングスタジオで、撮る音っていうのはですね、やっぱりクオリティが違うなと思います。そういう些細なね、クオリティの高さ低さっていうのも意識して動画を撮ると、全然違ったものになるんじゃないでしょうか。今回は予算の都合で宅録になります。はい。で、声の収録に、必要なものっていうのは本当に少ないです。台本と、声があれば十分です。声って、声質っていうのはですね、ミュージックレイスーパー声優オーディションに合格できる程度の声質があれば十分だと思います。はい。ではここから
は編集画面になります。ボラギン動画と聞くと難しい作業がありそうに感じるかもしれないんですけども、編集はそんなに大変ではありません。まず編集ソフトで新しいプロジェクトを立ち上げてジェネレーターを貼っておきます。普通ですね、ここには撮影した素材とかを貼るんですけども、ボラギン動画の場合はこちらの方が編集しやすいのでこうしています。先ほど撮った音声素材も入れたらこれで準備完了です。ボラギン動画で使う写真は100種類以上あります。いろんな表情と口の開け閉めですね、これらを組み合わせることでキャラクターが口パクをしているような動画にしています。それでは実際にやってみましょう。再生してみます。はい、こんな感じで、キャラクターが口パクをして喋ってるように見えますかね。編集の途中で絵を入れたくなったり、キャラクターを入れたくなった時にはこちらの iPad でイラストを描いています。この絵の出来栄えによって動画の印象もぐっと変わってくるので、一筆一筆気を抜かずに描いています。こんな風に写真以外の素材を使ったり効果音を付け加えたりしたら、ボラギン動画の完成です。かわいいだろう。確かにちょっとかわいいけど、これ事務所的にまずいんじゃ。あ、確かに。やべやべ、ニューレガシス発動だ。待って、余計やばい。これならどうだ。増やしてどうする。間違いない。はい、いかがでしたか。一見複雑そうに見えるボラギ動画でも、一つ一つ紐解いていくと案外単純にできているんだなということが分かったんじゃないかなと思います。この編集方法はですね、いろんな動画に応用できると思いますので、ぜひ皆さんもこのボラギ動画をマスターしていろんな編集にチャレンジしてみてください。以上、シードキンチャンネルでした。ご視聴ありがとうございました。またね。某顔面大工事大工自動アプリな。何これ、顔面大工事大工自動アプリ。某顔面大工事大工自撮りアプリのフィルターからパクったアイディアだ。某顔面大工事大工自動アプリのフィルター。何これ、めっちゃ早口じゃん。某顔面大工事大工自撮りアプリ。某顔面大工事大工自撮りアプリ。某顔面大某顔面大工事大工自撮りアプリ。めっちゃ早口言葉だ。某顔面大工事大工自撮りアプリ。某顔面大工事大工自撮りアプリ。某大某顔面大工事大工自撮りアプリ。やろう。